マダムと友人たちマダム CJ ウォーカーこと、サラブリードラブは、アメリカ合衆国の起業家である。洗濯婦から身を起こし、1890年代に髪を直毛にする方法を開発して大儲けし、マダム CJ ウォーカー製造会社を設立して、黒人女性のための美容、ヘア製品のマーケティングを行った。アメリカ合衆国で自力で大富豪になった、最初の女性とされる。 サラは、オザクミノリオ濃エンとミネルバ夫妻のもとに1867年12月23日、ルイジアナ州に生まれた。6人兄弟であり、アネルビーニアと4人の兄弟がいた。両親は、マディソン教区のプランテーションの奴隷だった。彼女は、奴隷解放宣言が署名された後に生まれた、最初の子だった。母親はこれらで1872年に死亡し、父は再婚し、 まもなく死亡した。その後14歳で結婚し、3年後に娘レリア・マクイリアムスが生まれた。サラが20歳の時に夫が死亡し、その時レリアはわずか2歳だった。まもなく兄弟の3人が住んでいたセントルイスに移動。地元の理髪店で洗濯婦として仕事を得ることができた。十分なお金を稼ぐようになれば、 娘は正式な教育を受けることができるだろうと考えた。当時の多くの女性と同じく、サラは貧しい食生活、衛生習慣や髪に使用する石鹸に含まれていた化成アルカリ溶液のために髪の毛にダメージを負った。そして理髪店を所有している兄弟からヘアケアについて学んだ上で、美容院を経営し、化粧品クリームの小売業者となった。また、 美容学校を設立し、黒人の地位向上のために寄付や演説を行った。後に、娘レリアが会社を継ぎ、マダムの電気を出版している。ノンフィクション小説。ありがとうございます。